フェリックス・ブラギミール・カラスコは、ドミニカ共和国出身のプロ野球選手。2006年にサンディエゴ・パドレスに入団。2008年は、A 級フォートウェイン・ウィザーズで117試合に出場し、打率。237、16本、64打点の成績を残した。2009年は、A 級レイクエル・シノア・ストームで115試合に出場し、打率。 252、9本、69打点の成績を残した。2010年2月4日に、リリースされた。その後は、ドミニカウィンターリーグのレオネスデル・エスコヒードでプレー2010年12月20日、中日ドラゴンズが獲得を発表し、ジョエル・グスマンと共に入団。2011年は7月7日に一軍に昇格すると、同日の大阪新戦で、 初出場。しかし、3試合に出場したのみで、4打席すべてで三振を喫するなど全く良いところが、なく、約1週間後の7月15日に2軍に降格。以降1軍に上がることなく、9月28日に自由契約となったことが発表され、10月4日に自由契約公示された。2軍でも、145という低打率にあえぎ、本類だ 打点に至っては例、打数の半分近くが三振で、三振率455という成績であった。対談後はいずれのプロリーグにも所属していないが、2014年にメキシコで開催された中央アメリカカリブ海競技大会の野球ドミニカ代表に選出され、銅メダルを獲得している。ありがとうございます。